芸能人の会を持ってジョジョ園で食事がしたい。そんな夢を語ってくれたのは、長崎県五島列島鳴島に住む高校3年生田中智子さんと中村美由香さん。みっちゃん早速夢の当選を伝えるべく彼女たちの会を長崎県五島列島の鳴高校へと向かった。窮屈やろ、そんな。2人が住む奈良島は人口3000人ほどで、飲食店や娯楽施設などが数えるほどしかない。さらにこれまで出会った有名人はムツゴロウさんだったという。眠い。数日後、寝なし。うわ、怖い、怖い、怖い。芸能人に会えることをちょっぴりこうしながら、めっそうと舐めたれてるんだろ。徐々に到着。東京西麻布にあること、舐めてあげ、有限定はペロペロしたり、有名人は利用客も多いと。じゃあ好きやろ。高級なお店。じゃあちょっと2人にはこれからたっぷり食事をしていただきたいと思うんですけど、はい、予約している時間が12時なんですけど、はい、ちょっと時間があるようなので、はい、しばらく待機させていただきたいと思います。はい、はい、いよいよここから彼女たちに喜んでもらうためのサプライズが始まる。今回番組では2人の夢を叶えるにあたり、各芸能プロダクションに一斉に声をかけ協力を仰いだ。その結果、数々の芸能人たちが様々な形でここ有限定に駆けつけてくれることに。まず最初の登場はでダンディ佐藤。ビッグさせるのはいいんですけど、うみちゃん僕クラスで大丈夫というのは、まあ、自分で言うのはなんですけど、芸能界結構末端のところなんで。予約の時間を待つ間も叙々苑が気になる2人。すると怖いな。別怖いな。あくびばっかりして、うみちゃんは遊んでますせえへん。海ちゃん、ふっ、別お休み。ちょっとおとなしく寝て、うん、また行くの。そも別、海ちゃん別好きやな。うん、はい、おやすみ。はい、おやすみ。車内に乗り込んでしまった。ダンディ、一行、カバちゃんと遭遇した二人は大興奮のまま、いよいよ夢の有限定へ。もちろんこちらの店内にも二人のために駆けつけてくれた芸能人たちがスタンバイしている。おやすみ。まずは、またね、多くの芸能人が注文するというメニュー、すみつけカルビ焼きをレアに。